皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題7、鶏肉のももの特徴として正しいものを1つ選びなさい。 A、 肉の中に脂肪が入っている、そしてよく締まっているため味にコクある。 B、 柔らかく味も淡白であっさりしている、脂肪が少ない部位。 C、 コラーゲンが豊富に含まれている。どちら正しいですか？皆さん、画面の下の右に答えがありますから見てください。ではこちらは問題を終わります。皆さん、次の問題を見てください。